新潟ですが、前半16分、田中達也から前線のブルーノ・ロペスへ。ブルーノ・ロペスのクロスに走り込んだ長岡が合わせ、新潟が待望の先制点を奪います。この先制点で勢いに乗った新潟はブルーノ・ロペス、さらに田中達也と前半だけでシュート14本、攻撃の手を緩めません。試合終了間際のこのコーナーキックもしのいだ新潟、アウェーで待望のリーグ戦初勝利です。